君、また来たの？もしかして暇人？人工知能の技術で雑誌モデルさんたちが架空の人物ばかりになりつつあるの、ご存知でしたか？こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メン、マトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのはデザイナーで情報屋の神楽亜希本編ストーリーです。モデル業界に流通する薬物事件を神楽さんの部下のふりをして潜入捜査していく物語です。モデル業界やデザイン業界もまた人工知能の進歩によって揺れつつある時代ですから、薬物の魔の手も忍び寄っているのかもしれません。どうにか解決していきたいですね。早速続きをご覧いただきましょう。どうぞ。どんな私にも似合う服がある、そんなコンセプトで立ち上げられたフレイヤージュの新しいブランド、フォリオ新宿店のワンフロアを改装した新店舗オープンを記念して、都内近郊の系列各店で開催されるこのイベントでは、人気タレントやスタイリスト、多くのフォロワーを持つインスタグラマーたちがあなたに似合う一着を一緒に選んでくれるらしい、そんなイベントが開催されているんだね。そのワンピースならバッグはこれとかどうですか？いいかも。そしたらこっちのカーでも欲しくなっちゃうな。どっちの色がいいかな。こっちの方が俺は好きだけど、合わせやすくて使えるのはこっちだよね。じゃあ両方いっちゃいます。半額だし。系列各店から選ばれた特に優秀な販売員と特別ゲストが組んだ接客ペアが、それぞれの個性に応じたコミュニケーションをお客さんと取りつつ、和やかな雰囲気で服選びを楽しんでいる。そんな中、私は店の外の中、各階を行ったり来たりしながら全力で雑用に励んでいた。まあ雑用スタッフですからね。一般入場の列と13時入店の整理券をお持ちの方の列整備、終わりました。ありがとうございます。それじゃあ少しフロアのフォローをお願いしていいですか？はい。フロアフォローは服の畳み直しをしながら各チームの様子をチェック。呼ばれたらすぐに駆けつける。あれ、あの女の人チラチラと、だけどこっちを見てる。あのスカート可愛いですよね。え？さっきからよく見てるなと思って。あそこのお姉さんが着てるトレンチスカートですよね。あ、本当だ、可愛い。しかもすごくゆりかちゃんに似合いそう。着てるところ見てみたいな。在庫あったら試着してくれる？もちろんです。というわけでクソガキさん、在庫確認お願いします。その色と、あと一応カーキもお願いしていいですか？はい、すぐに。ヒカルくん、やっぱりすごいな。私は見られていた側だからたまたま分かったけど、お客さんと周り両方を本当によく見ていないと気づけないよね。まあね、大学生でありながらも優秀なスタッフさんとしてここで働いてるんだよね。それを受けた京介くんの着てるところを見てみたいなもさすがだったし、息ぴったりだな。まあカリスマ同士のコラボになっています。1時間あたりの整理券の配布が他のチームの 1.5 倍であるにもかかわらず、全く予定から遅れることなく笑顔でお客さんを送り出している2人の仕事ぶりはとにかくすごいの一言に尽きる。すいません、在庫確認お願いします。このスカートのキャラメルとカーキご試着お待ちです。了解です。どこのチームですか？鈴木さんたちのところです。 OK です。それじゃあクソガキさん、休憩に入ってください。このスカートの件は引き継ぎますので。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう休憩か。時間経つのあっという間だな。まあそれだけ忙しいということでしょう。クソガキさん、休憩？え？あ。お疲れ様。ここで甘いリオさん登場です。まあこのね、今追っている薬物事件の容疑者かもしれない人物ですよね。リオさん、お疲れ様です。新ブランドとのコラボが決まっているリオさんもこのイベントに参加すると聞いて、あの夜以来連絡も取っていない彼と顔を合わせるのが少し気まずいと感じたものの、そう、彼見た目こんな感じなんですけどね、男性なんですよね。いざ会ってみれば何のことはなく、リオさんはあの日のどこか不穏で意味深な発言などなかったかのように普通に話しかけてくれた。というかあれ、リオさんもまだ休憩中ですよね？ええ、ちょっとあなたに用があって。え？私にですか？そう。
すごく動き回ってるから、そのシャツちょっと熱そうだなと思って。え？わかるのよ、それ解禁して着るデザインじゃないから。開けるなって言われてるんでしょ？あ実は、はい。勝手に開けたら首とまで言われてます。というか、なんだシャツか、一瞬何かと思ってちょっと焦っちゃった。現場責任者の社員さんには許可取ったから、よかったらこれに着替えて。そう言ってリオさんは首元のゆったりした黒のカットソーを手渡してくれた。これならだいぶ涼しくなると思うし、あなたに似合うと思う。アキ君には私から言っておくから。うん、神楽さんとも付き合いの長い人物なんですよね。え、あれ、私これ神楽さんが選んでくださったって言いましたっけ？そうだろうなとは思ったけど、やっぱりそうなんだ。ほんと可愛くて仕方ないのね、あなたのこと。いえ、ほんとお世話になりっぱなしで。可愛がっていただいているとか、そのあたりのことはちょっと私の口からは何とも言い難いですが、当日ヘマなんかしたら本当に埋めるからね。そういった神楽さんの鋭い眼光を思い出していたその時、リオ、はい。久しぶり。リオさんに話しかけてきたのは、髪を一つにまとめたパンツスーツの女性。その人を見た瞬間、リオさんの顔から微笑みが消えた。誰でしょうね。ご無沙汰しています、東金社長。今東金って言ったし、間違いない。この人が。うん、何か思い当たる節があるんですかね。こちらはマトリの現場での回想シーン、マトリのオフィスですね。東金より子が、はい。引退したマイカの他にも人気モデルを多く抱えるモデルプロダクション、トラストプロモーションの社長、東金より子。リオさんをスカウトし、引退まで一緒に仕事をしていた元マネージャーであり、そのリオさんが人間性が最悪とまで言った人物。交友関係が広く、その筋の人たちにもよく顔が利くという話もある。ミューズ捜査において私たちがマークしている業界の大物の一人だ。ミューズっていうのがね、今回追っている違法薬物の名前です。お手伝いすることになった例のフレイヤージュの新ブランドイベントに、トラストプロモーションの女性モデルが1名キャスティングされてるんです。東金より子が直接マネジメントを担当しているモデルではないのですが、神楽さんが言うには7割ぐらいの確率で挨拶に訪れるだろうとのことで、何かしらの方法で接触を試みるべきでしょうか。神楽はなんて言ってた？以前彼女に関しての情報収集を羽鳥さんにお願いしたことがありましたよね。あの時の羽鳥さんと大体同じ答えでした。厄介な相手だから現状は触るべきじゃないって。何か具体的な疑惑が浮上するまでは近寄らない方がいい相手が。まあ今のところ真偽不明の噂話を除くと、マイカと甘いミューズの疑惑にかすっている二人と親交ありくらいの事実しかないからな。東金より子に関してはもう少し様子を見るか。そうですね。ではイベント当日にもし彼女が現れたとしても、積極的な接触はなしということで。ああ、かといって露骨に避けたりもするなよ。何かの理由で会話の機会があったら、その時は雑用スタッフとして無難に対応すればいい。いいな。はい。まあ勇み足にならないように気をつけましょう。私に何かご用でも？別にあんたに用はないわよ。無視するのも感じが悪いかなと思っただけ。あなたはこちらのスタッフさん？はい。トラストプロの東金です。ジュニア、神楽常務が空いていたらちょっと話したいんだけど、いらっしゃる？申し訳ございません。今別店舗の方に出ておりまして、14時までには戻ると聞いていますが。そっか、残念。じゃあ東金が来てたってだけ伝えておいてください。あ、これよかったら皆さんでどうぞ、差し入れ。うん、今のところそんなね、人間性が最悪っていう感じもしないけどね。敬語で接してくれるし、こういう手土産も持ってくるしね。ありがとうございます。一応お名前だけ伺っていい？クソガキと申します。クソガキさんね、フレイヤージュの社員さん？いえ、臨時のアルバイトです。臨時なの？リオと随分親しそうに見えたけど。あ、それはネスコリのスタッフの一人だから
よくやり取りさせてもらってるんです。うん、フォローを入れてくれてる感じだよね。ちなみに彼女、クッカのアトリエスタッフで、神楽常務のお気に入りだから。変なちょっかいをかけない方がいいですよ。ふーん、そうなの。うん、この東金より子さんが怪しくなってきましたね。なんかかばってる感じもしますもんね。いえ、とんでもないことで。で、あんたは彼女が彼のお気に入りだからちょっかい出してるってわけ？とうとう正面切って仕返しすることにしたの？仕返し？相変わらず詮索がお好きですね。ご想像はご自由に。もうよろしいですか？私も彼女も忙しいもので。あなたと違ってとでも言いたそうね。まあいいわ。じゃあジュニアによろしく。そうして東金さんはきびすを返して去っていった。話が見えないまま話が終わってしまった。でもとりあえずスタッフとして無難な受け答えはできたよね。忘れないうちに後で青山さんには会話の内容を共有しないと。何がジュニアだ、昭和レベベ偉そうに。え？あ、やだ、聞こえちゃった？うん、男の一面が聞こえちゃいましたね。幻聴かと思ったけど、やっぱり今のリオさんが言った？私と一緒にいたせいで変な人に絡まれちゃってごめんなさいね。いえ、そんなことは。それじゃ私は時間までまた少し外に出てくるわ。あ、やんわりとけれどしっかり私の言葉を遮るようにリオさんは言った。服よかったら着替えてね。はい、ありがとうございます。にっこりと笑ったリオさんに何も聞けないままその背中を見送る。遮られなくてもきっとうまく聞けなかったな。ジュニアって神楽さんのことだよね。仕返しって何のことだったんだろう。クソガキさん。え？ポンと叩かれた背中に思わず肩が跳ねそうになる。後ろに立っていたのはもう行ってしまったはずの東金さんだった。一気に全身が緊張する。どうかされましたか？ごめんなさい、私名刺を渡しそびれちゃって。あ、いえ、私は本当にただの一スタッフですので、どうかお気遣いなく。いいのいいの、これも何かのご縁だから。よかったらあなたのもいただける？私の名刺？名刺はすいません、用意がなくて。そうなの。じゃあ電話番号ここに書いてくれる？え？あと LINE の ID も。って、ああ、ごめんなさい。さっき会ったばっかりの相手に急に連絡先聞かれたら怪しいと思うよね。安心して、怪しいものじゃないから。うん、怪しい人ほどそう言うんですけどね。ああ、はい。どうしてただの臨時スタッフの連絡先なんか、まさかさっきの短いやりとりで何か怪しまれた？それとも、神楽常務のお気に入りだってリオさんが言ったから？理由どうあれ、多分ここは接触に関してはもう少し様子を見ることにした。マトリとしても、雑用を手伝いに来ているだけの新人アトリエスタッフとしても断るのが正解のはず。はずだけど、この人は業界の大物。もしここで彼女に対する対応を間違えたら、操作だけでなく神楽さんの仕事にも影響が出るかもしれない。まあ、断り方が難しいということだよね。はずとか多分じゃダメ、考えて慎重に切り抜けないと。あれ、東金さん？あ、やっぱりそうだ。お疲れ様です。どうしたんですか？京介くん。あ、キョンくん、お疲れ様。いいの、主役がフラフラしてて。今から休憩なんです。そしたら東金さんかなって背中が見えたから来ちゃった。相変わらず可愛いんだから。うん、こういうお偉いさんに可愛がられるの上手そうですよね。あはは。キョンくん休憩だって。話しかけてもいいのかな？ああ、でも、東金さんの言う通り、フラフラしてたらまずそうかな。うん、こういう言い回しもね、東金さんをきちんと立てるあたり上手ですよね。あの、運営スタッフさんですよね。確か、クソガキさん。うん、他人行儀に接してきます。ん？休憩って、どこで取ればいいんでしたっけ？朝来た時に一度説明聞いたんですけど忘れちゃってごめんなさい。京介くんは午前中にも一度休憩を取っている。
忘れるような複雑な場所じゃない。そこでようやく気づいた。京介くんはただ彼女に挨拶しに来たのではなく、私をさりげなくこの場から助けようとしてくれているのだと。まあね、恋愛に関する察しは悪いけど、こういう仕事に関する察しはいいんですよね。まあ、乙女ゲームのヒロインらしいところです。すぐご案内します。すいません、助かります。キョン君、ユタカちゃんはどうしたの？休憩に入るタレントほったらかすなんて、うちのマネージャーだったらお説教だわ。あはは、言わないであげて。うん、このユタカちゃんっていうのが、まあ、京介くんのマネージャーさんの名前なのかな。今ちょうど差し入れのおやつ買いに出てもらってるんで。私整理券の抽選外れちゃって、写真とかって撮ってもらえますか？え、じゃあ私も。何、京介くん写真撮ってくれるの？うん、湧いてますね。すいません、本日写真撮影はご遠慮いただいております。鈴木さん、とりあえずこちらへ。はい。少し何か言いたげな顔をしていた東金さんに会釈をして、私はどさくさに紛れるように京介くんと共にその場を離れた。まあ、なんとかね、難を逃れたといったところでしょうか。え、ごめんね、本当に盾になってもらっちゃった。ううん、これくらい全然大丈夫だった。やっぱり助けてくれたんだよね。どうもありがとう。どういたしまして。でもお礼なら神楽くんに。神楽さん？こっそり頼まれてたんだ。もしゆいさんが一人の時に東金さんに話しかけられて対応に困ってたら、角が立たないように助けてあげてほしいって。え？あの人、推しが強いよね。さすがやり手って感じで。うん、これは東金社長のことを指しているのかな。ちょっと癖のある人だから、俺とゆいさんに面識があることも知られない方がいいかなと思ってさ。急だったのに俺に会わせてくれてありがとう。いや、こっちからありがとうなんですけどね。まあ、京介くんの人柄が見えます。ううん、それはいいんだけど。安心して。なんで東金さんにただのアルバイトのゆいさんが絡まれる可能性があるかとか、詳しいことは何も聞いてないから察しがいいですね。何も聞かずに了承してくれたってこと？うん、神楽くんの頼みだから。必要なことなら言ってくれるし、言わないってことは俺にとって聞かない方がいい話なんだろうなって。うん、信頼関係が築かれていますね。そういうわけで何も聞いてないから事情はわからないけど、神楽くんがゆいさんの味方なら俺もゆいさんの味方だから、何かできることがあったら言ってね。うん、ありがとう。うん、心強い味方ですね。京介くんの優しい笑顔と温かい言葉を本当に嬉しく思いながら、その安堵の中で神楽さんに思いを馳せる。うん、しばらく神楽さんがね、登場していないけれども、こういう活躍の仕方をするんですね。何も聞かずに京介くんが動いてくれたのは、他でもない神楽さんの頼みだったから。京介くんと神楽さんの確かな関係があってこそのことだ。私は今単に京介くんに助けられただけでなく、神楽さんが築いてきた信頼に守ってもらったのだと悟った瞬間、うまく処理しきれない気持ちで胸がいっぱいになる。ところで、その服って買ったの？似合いそうだね。え？あ、ううん、これは着替えるために借りたやつで。ん？ゆいさん、どうかした？うん。着替えさせてもらおうと思ってたんだけど。うん、どうするんでしょうね。まあ、神楽さんが選んだ服を優先するのかな。あ、やっぱりもう戻ってきてる。少し早めに休憩から戻ると、フロアには神楽さんの姿があった。久々の登場だね。お疲れ様です。別にいちいち声かけに来なくてもいいから。ん？君、その服。え？何か変ですか？あ、まさかボタン外れてる？いや、でも出てくるときにちゃんと確認を。リオに言われて着替えたって聞いたけど。え？あ、はい、運動量が多いからそれじゃあ暑いんじゃないかってお気遣いいただいたんですけど、やっぱりこのシャツを着ている方が背筋がシャンとするなと思ったので。当たり前でしょ。君がヘラヘラふにゃふにゃしないように僕が選んだんだから、
まあでもね、そういうのもいろいろ考えた上で選び抜いたものが今の服なんでしょうからね。まあその多少暑いとかっていうのも、まあ耐えられるだろうっていう範囲のものにしたんでしょうね、きっとね。はい、ありがとうございます。まあある程度ね、その意味でもヒロインを信頼した上で選んだ服っていうことなんでしょう。というか、そういうわけでお借りしたカットソーは、先ほどリオさんにお礼を伝えてお返ししたんですけど、その話はしてませんでした？聞いてないし、どうでもいい。早く仕事戻って。はい。その前に一つだけよろしいでしょうか。何？東金さんの件なんですけど。その話なら、さっき君がわざわざ送ってきたメッセージで済んでるでしょ？はい。でも、直接お礼をお伝えしたかったので。本当にありがとうございました。変に口滑らされても困るからってだけ。本当に何ともなかったんでしょ？はい、何も、おかげさまで。なら、いちいちお礼なんかいいから。借りができたと思うなら、仕事で返しますね。生意気。すいません。あれ？何？あそこにいるの、ヒカルくんですよね。京介くんも戻ってないし、まだ休憩中のはずなんですけど、接客してる？喋ってるだけで服を選んでる感じないな。ちょっと声かけて。はい。お話中失礼します。アキさんとユイさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ヒカルくん、まだ休憩中だよね。こちらのお客様は？僕の友達なんです。休憩中ならいいよって許可もらって。あ、そうだったんだ。いらっしゃいませ。こんにちは。その子の服探してるの？会計終わってるみたいだけど。あともう一人一緒に来てくれていて、その子が今試着室に。あ、ちょうど出てきたかな。あ、うん、ここで潔くんとシオンくんに出会っていくわけね。ヒカルくんの視線を追った先には、一番奥の試着室から不安げに顔を出している一人の男の子がいた。うわ、お待たせしてすいません。全然。わあ、そっちの色にしてよかったね。うん、かっこいい。すいません。じゃあ、おかしくなければ、これを。はーい。さっき見てて、漏らしちゃったやつは、着てみなくて大丈夫？え？あれも、似合うと思う。大丈夫です。選んでいただいた、こっちで。それより、河合さんの貴重な休憩時間が。え？え？二人の言う通り、グレーのシャツがよく似合っている彼は、ヒカルくんたちの後ろに立っていた私と神楽さんの視線に気づいた瞬間、声にならない声を漏らした後、ものすごい勢いで頭を下げた。すいません。何がでしょう？違うんです。河合さんは悪くなくて、俺のせいなので。今すぐ着替えて出ていきます。ちょっと、何の話？大丈夫だよ。休憩中にフロアに出てること注意されてたわけじゃないから。心配してくれてありがとう。え？あ、そうか、そういうことか。二人ともここのブランドの会社の人で、アキさんとユイさん。はじめまして。それは失礼しました。いえいえ、こちらこそ。驚かせてしまったみたいですいません。そっちは？え？名前。シオンだよ。こっちが潔くん。二人とも学校の友達なんです。フォリロは基本レディースだから遊びに来てもらったことはなかったんですけど、新ブランドのラインナップの中に二人に似合いそうなアイテムがあったので。そ、ん？なんか神楽さん、めちゃくちゃ潔くんのこと見てるな。まあね、何かと目にかける存在だったんですよね。まあ特別視していると言いますか、まあ僕の予想ですけどね、潔くんが昔の自分に重なって見える部分があるんじゃないかと見てるんですが、まあ今後どうなっていくでしょう。うん、不思議そうに見守っています。ねえ、さっき言ってた戻したやつってどんな服？え？ピンストライプのシャツ。胸のとこに猫のバッジがついてるやつ。まあ動物好きですからね、潔くんね。ああ、あれか。確かに悪くないかもね。
わかった。カグラさん？ヒカルは今すぐ休憩入って。え？ただでさえ、ヒカルたちのペアは他より休憩時間切り詰めて一組でも多くって回してるんだから。店長たちにも後で一応言っておくけど、特別なトラブルでもない限り休憩は予定通りに取りなよ。この二人の接客はとりあえず僕が引き継ぐから。うん、まあ優しさもあるんでしょうけどね。え？え？うん、まあそれだけ気になる存在というところもあるんでしょうね。まあ容姿は整っていますからね、イサキくんね。うん、そしてここで選択肢か。カグラさんがですか？怖い人ではないので大丈夫とフォロー。私も何かお手伝いしましょうか。うん、難しいね。まあ基本路線としてはカグラ本編なので、うん、そのイサギくんを気遣うというよりはカグラさんのプライドを守ってあげるという選択肢を選んだ方がいいかなとは思うんですけれども、まあカグラさんがですかっていう風に言うと、うん、それまあそう言ってるでしょっていうね返しが来そうですし、怖い人ではないので大丈夫とフォローっていうのは、まあ、潔くんに対するフォローだから、まあ、これは違うかなと思うんですよね。で、私も何かお手伝いしましょうかっていうのは、うん、邪魔って言われそうな気がするんですよね。まあ、一応ね、この動画の中ではハッピーエンドに導きたいので、攻略サイトも覗いていこうかと思うんですが、まあ、どうでしょうね。まあ、上か下のどっちかかなとは思うんですけど、うん、見てみましょう。ああ、そうなんだね。一番上のカグラさんがですかっていうのが一応選択肢としては正解のようです。じゃあこちら選んでいきましょう。カグラさんがですか？どんな反応を示すんでしょうか？仕方ないでしょ、接客任せられるスタッフ誰も空いてなさそうだし。うん、そういう感じか。言っておくけどクソガキになんか絶対やらせないから。うん、そういう意味で一番下の選択肢は弾かれてたんですね。いえ、あの、はい、いいんですか？じゃあお言葉に甘えてよろしくお願いします。社員の誰か捕まえて僕が接客中だって伝えておいて。わかりました。じゃあ二人はこっち。やい。それじゃあヒカルくんとユイさん、またね。うん、がゆっくりどうぞ。うん、こういうところでもねシオンくんは肝が据わってますよね。ごゆっくりどうぞ。イサギくん、右手と右足同時に出てるけど大丈夫かな？よかった。え？今日二人を誘ったのは話した通り似合いそうな服があったからなんだけどね。それだけじゃなくてイサギくんとアキさんが話す機会があったらいいなと思ってたんだ。うん、何を考えているんでしょう。神楽さんと？うん、だから本当よかった。それじゃ休憩いただきます。うん、まあ潔くんが何か変われる要素があるかなっていうところもあったのかもしれませんね。あ、はい、行ってらっしゃい。うん、心理学的に何か考えてるところがありそうですよね。潔くん、デザイナー志望とかなのかな。まあ普通に考えたらそうかなって思いますけど、まあ潔くんが何か変わるきっかけの存在に神楽さんがなりそうだっていう配慮な気もしますよね。で、うわ、早めに戻ってきたはずが、もう時間ギリギリ。すいません、休憩いただきました。クソガキ、戻りました。お帰りなさい。早速、試着室のチェック、行ってもらっていいですか？はい。フェイスカバーは大丈夫。まだあるな。忘れ物のチェック、床や鏡の簡単な清掃を行いながら、ふとさっき不安そうに顔を出していた潔くんの姿を思い出す。あの気持ち、わかるな。一気に自分に視線が集まる気がして、出ていくのは結構勇気がいるよね。まあそれにね、レディース中心のね、ブランドの系列ともなるとね、まあそれだけでそこで居心地が悪い部分もあるでしょうしね。特にここの試着室ってフロアのどこからも見える位置に作られているから。あ？ふとよぎった記憶に鏡を拭く手が止まる。そっか、そういえば、マヨの結婚式に着ていたドレスはここで買ったんだったな。うん、まあ、お友達の結婚式用のドレスっていうのをね選ぶシーンから、まあ、この神楽本編での始まっていきましたもんね。試着室から出たら綺麗な男の人と目があってちょっと驚いたっけ。まあ、それが神楽さんだったんですけどね。ほんの数ヶ月前なのにもうずっと前のこと見た。え？あれ？うん、でもそのことにまだヒロイン本人は気づいてないんでしょうね。申し訳ありません、先ほどのスタッフがただいま電話対応中で。まあ、これ神楽さんの声なんですけどね。まもなく戻りますので。ちょっとずつ思い出していくんでしょうか。
ちょっと待って、あれ？あの時少しの間だけ代わりに対応してくれた男性スタッフさん、その姿を、声を、顔を今一度よく思い出してみる。貴重な初対面ですからね。お背中のリボンが少し緩んでいるので、整えさせていただいてもよろしいですか？まあ、本当はね、ボタンが開いていたっていうのを、まあ、リボンを、まあ、その締め直すっていうね、まあ、口実で近づいて直してくれたんですよね。そんな出会い方でした。すいません、お待たせしました。あ、いえいえ。では、私はこれで。ごゆっくりご覧ください。思い出しましたね。こんな姿で登場してましたよってところですよね。嘘だ。なんで？もしかして。いや、もしかしなくても。あれ、神楽さんだった？と、初対面の出来事をようやく思い出したところで、今回はここまでとさせていただきましょう。まあ、神楽さん側はね、バーでの二度目の初対面の時に気づいている感じでしたけどね。まあ、二度目の初対面というのも変な言い方ですが。そして気になるのは、神楽さんが潔くんを目にかける理由ですよね。今までのイベントストーリーの感じから推測すると、おそらく昔の神楽さんと潔くんが重なって見えるということなのかなと、その時から予測しているのですが、どうなのでしょうか。そんな真相も気になるところではありますが、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。